東京都道146号国立停車場、ヤホ線は、東京都国立市中の JR 国立駅から、同市富士見台の JR ヤホ駅を経由して、同市ヤホの東京都道256号、八王子国立線交点に至る道路。国立駅南口から放射状に伸びる3本の道の、うち、中央の道である。この道路のヤホ駅までの区間は、通称、大学通りと呼ばれる。 さらにこのうち国立駅前からの約 1.8km は直線で福音が 40m 以上あり、片側に車線に自転車道、歩道、緑地帯を備えた桜並木である。ただし緑地帯部分はプリンスホテル、歩道部分は国立市の所有地となっている。沿道には一橋大学があり、若者向けの商店も多い。 なお、ヤホ駅付近で折れた先は、ヤホ天満宮正面のヤホ天満宮前交差点で、公州街道に通じていて、地元で天神道と呼ばれることがある。航空写真、大学通りの大部分が見える。中央の縦の線が、大学通りである。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成大学通り起点の国立駅大学通りの、 桜並木国立駅南口を望む、ヤホ駅北口より、信号のある交差点が本線との、交流地点点人道部分南部線北側から、ヤホ天満宮方面起点の国立駅前は、ロータリーで、路線バス停留所や、タクシー乗り場がある。ここから南にまっすぐ下り、1.8km ほど、進んで、富士見台1、2丁目に入ると少し右にカーブする。 本線は、ヤホ駅の100メートルほど手前の、富士見台2丁目14番と15番の間の交差点で一旦右に曲がり、すぐ、また左に曲がる。そのまま南部線の踏切を越え、ヤホ天満宮前交差点に達する。支線は、富士見台2丁目の交差点で曲がらずまっすぐに、ヤホ駅の北口ロータリーに達する。こちらにも小規模ながら路線バス停留所や、タクシー乗り場がある。 両側を線路に挟まれていることや交差する大きい道路がないことなどから比較的広い道路ながら通過交通は少なく街のメインストリートとして機能している面が大きい。都道としては公衆街道に接しているが大学通りから分かれた部分は大型バスがやっとすれ違える程度の一般的な生活道路である。1925年頃より学園都市として 箱根土地の堤康次郎がこの地区の開発を計画。国立駅南口から3方向に伸びる道路がこの計画により作成された。道路線はそのうち中央の南にまっすぐ伸び、国立駅と八穂村の中心街であった八穂駅、八穂天満宮前付近を結ぶ路線である。当初より堤はこの通りの両側に東京商科大学の誘致を計画し、 大学通りの名をつけていた。1927年に実際に大学外転し、この名が浸透していった。戦後、町の発展とともに、ヤホ村の中心は、国立駅南側一帯に移り、名称も1951年の調整志向に、伴い国立町と改名。その後1967年に、国立市となり、大学通りはその中心を貫く街路となっていった。 ヤホ駅付近の曲がった先の部分は、主要停車場と国道を結ぶ路線として指定するため、都道に付け加えられている。ありがとうございます。